人間関係を前向きにするコツ。アッキー 2019A さん、57歳男性。浜沢先生が考える前向きな人間関係が継続するコツを教えてください。人間関係って、コミュニケーションってキャッチボールのようなもんだから、ボールを投げて、相手が来たボールを受け取り、さらにボールを投げて相手が取ったものを受け取って、さらに投げて、ことを繰り返していくっていうことが必要なんですね。だから、たまーってボール投げないであなたがずっと持っていてもコミュニケーションは絶対深まらない。人間関係は深まらないっていうことです。恋愛関係で言えば相手に対して何か自分が好意を持ってますよっていうことをさりげなくもめかしながら相手に対して親切や優しさというものを投げていくっていうことで関係性が深まっていくと思うんですけど、ボールを投げた時にはボールが返ってこないっていうコミュニケーションの法則というのかな、原理というものを理解してほしいんです。だから人間関係が悪いですって人は、じゃああなたはどういうボールを相手に投げてるんですかって言った時に、ボール投げてないんですよね、ほとんどの人はね。コミュニケーション、ポジティブなコミュニケーションというボールを相手に投げてないんですよね。だから良くなるはずがないわけですよね。何もしないで問題が解決するはずがないですよ。何がしかのアクションを起こしていかない。じゃあどういうアクションを起こすのかといったときには、親切であるとか笑顔であるとか挨拶であるとか、親切っていうとあれなんだけど、職場への貢献であり会社への貢献であるし、あなたが会社で与えられた仕事に対して 100% あるいは 120% の成果を出していくってことは重要ですね。会社の中で仕事できない人って嫌われるので、間違いなくみんなの足引っ張ってるわけだから嫌われるし、いじめの原因だと思うけど、意外とそれに気づいてない人が多いかもしれないですね。なので前向きな人間関係が継続するコツっていうのは、挨拶、笑顔、感謝、貢献、そういったことですね。川沢がいつも言ってるよ、そういうポジティブなボールを相手に投げていく、会社の職場の中でそういったボールを投げていくっていうことだと思いますね。人間関係とかそういう努力しないと出来上がらないんですよ。これも重要ですね。何かあなたが努力したり行動したり言語化したり、相手のことを褒めてあげたり、相手のことを評価してあげたり、相手のことを言ってあげたり、そういう言葉を発するとか、ポジティブな言語化、ポジティブなコミュニケーションによって初めて育まれるものなので、何もしないと何の変化もない。ここだけを通して、逆にネガティブなボールを投げてる人、それは悪口であるとか誹謗中傷であるとか陰口であるとか、まあ、そういうことをついつい言ってしまって、それが結局また相手に耳に入って泥沼になっていくみたいなことっていうのはね、よくあると思うんですけども、ネガティブなボールを返さずにできるだけポジティブなコミュニケーションボールを普及していくということが、前向きな人間関係、ポジティブな人間関係を構築するために絶対必要なことだと思います。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。